皆さんこんにちは、まなこです。僕はカメラを始めてまだ半年の初心者なんですが、初めて購入したソニーの α7C というカメラがすごくお気に入りで、今でも買ってよかったなと思ってます。この動画ではなぜカメラ初心者の僕がソニーの α7C を選んだのか、その理由を3つ紹介します。これからカメラを始めるという方にぜひお勧めしたいので、最後まで聞いていただけると嬉しいです。では早速いってみましょう。まず一つ目の理由が、とにかく小さくて軽いことです。 α7C の C はコンパクトを意味していて、フルサイズのカメラでありながら APS-C のカメラ並みに小さいんです。ここでいうフルサイズ APS-C とは、カメラに搭載されているイメージセンサーのことで、簡単に説明するとこのサイズが大きいほど多くの光と画像情報を取り込めるので、より表現力が豊かになります。画質の美しさで選ぶなら断然フルサイズということです。しかし従来のフルサイズカメラはその構造上、どうしても APS-C カメラより大きく重たくなっていました。 α7C はそんなフルサイズカメラの表現力と APS-C カメラのコンパクト性を両立させているわけですね。これだけでも α7C にすごい魅力を感じました。実際に使ってみて思ったのが、長時間持っても全然疲れません。カメラって結構重くて初心者で戸惑う方って多いと思うんですけど、これなら持ち運びもかなり楽でいいと思います。ちょっとした旅行や散歩、デートなんかにも気軽に持っていけるほど、この軽さはありがたいんじゃないでしょうか。2つ目の理由は性能の高さです。こちらは従来の高性能なスタンダードモデルである α7III との比較表です。これを見るとほとんどスペックが変わらないことがわかりますね。つまり高性能スタンダードモデルの α7III の性能を引き継いだまま、実質小型化によるデメリットがないということです。むしろバッテリーの持続性や連続撮影コマ数など性能が向上している部分もあるんです。細かいところを言うと、 SD カードのスロット数が2つから1つに減っていたり、カスタムボタンが省略されているといった点が挙げられますが、今のところ使っている分に何の不便もありません。むしろシンプル構造になっているとも言えるので、初心者には分かりやすくていいんじゃないでしょうか。3つ目の理由は扱いやすさです。一言でカメラを始めると言っても、どんな用途で使うかはその人それぞれだと思います。主に写真を撮るのか、動画を撮るのか、写真を撮るならどんな被写体を撮るのか、 α7C はこのどんな用途でも活躍します。例えば動画撮影の際は手持ちで撮りやすいというだけでなく、このようにバリアングル液晶モニターの採用によって自撮りがしやすくなり、 Vlog 撮影などにも活用できます。気軽に使えるフルサイズ一眼をコンセプトに、動画も写真もこれ一つで十分使えるオールラウンダーなカメラがこの α7C です。カメラを始めたいけど何から揃えていいかわからないという方も、これ一つで大抵のことはできる分かりやすさ、扱いやすさがこのカメラをおすすめしたい最大の理由です。以上、カメラ初心者にソニー α7C をおすすめする3つの理由でした。今回紹介した以外にも α7C の魅力はまだまだたくさんありますが、それはまた別の機会に紹介できたらと思います。このチャンネルでは今後もカメラに関するレビューや Vlog などを投稿していきますので、ぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。あと Twitter や Instagram で撮影した写真を投稿していますので、興味がある方は概要欄からぜひフォローしてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でまた会いましょう。